じゃあ、 あのタックルに行って相手がスクロールで潰してきて潰された時の前転してないスケールになります。まずタックルに行きました、スクロール潰されますと。潰されたら右どっちかの腕を中に入れるようにして肩を入れ込んで回転してガード。